皆さんこんにちは、ビーレジェンド小林です。今回は大胸筋の輪郭を作る種目3選ということで、おすすめの種目を紹介させていただきたいなと思います。大胸筋の中でも、この、輪郭がしっかりはっきりしていると、特に服を脱いだ時にかっこよく見えるんで、この輪郭をね、はっきりさせたいっていう考えてらっしゃる方いらっしゃると思うんですけども、そういう体の、ラインを作っていくために大事だなと私が考えている種目をご紹介させていただきたいと思います。そもそもこの筋肉のこの部分、特定の部分だけを大きくしていくことが可能なのかどうかっていう話なんですけども、簡単ではないと思うんですけども、可能ではあると思います。例えば大胸筋の上部を狙って大きくするとか、下部を狙って大きくするみたいに、同じ筋肉の中でもある程度働きが違ってくる、そういう部位を鍛えるのであれば、割と簡単にね、鍛え分けをすることができるんですけども、例えば同じ大胸筋下部の外側、輪郭を作るこう外側を鍛える、内側を鍛えるとか、そういうことになってくるとだいぶ難しいかなというふうに、私は考えています。ただしボディービル競技をやっているような、人間からすると、経験則で特定の部分をこう肥大させる、大きくしていく、そういうアプローチっていうのは競技者の間にいろいろ伝わっていて、で実際にそういうアプローチを行うことで、こう体の見た目を改善させていって、競技の、成績を上げていくっていうのが、我々ボディービルダー競技者のやり方なので、そういう意味では決して不可能ではないと思います。なので我々が培ってきた、知識ですとか、そういったことをね、総動員してですね、おすすめの種目っていうのをご紹介したいと思います。一つ目なんですけども、ダンベルフライですね。なぜダンベルフライがおすすめかというと、しっかりねストレッチさせて筋肉に負荷をかけることができるからなんですね。しっかりストレッチをさせて筋肉をぐーっと伸ばしてあげる、そういうところでしっかり負荷を乗せてあげることで、外側の輪郭の筋肉っていうのをしっかりね鍛えていくことができますので、ダンベルフライまずおすすめです。そして2つ目なんですけども、今度はダンベルプルオーバーですね。ダンベルフライと同じくこうぐーっとね上げた時に大胸筋がストレッチされるというのは同じなんですけども、特にこの大胸筋の輪郭をぐっと作っていくのに大事な大胸筋の下部を特にしっかりストレッチさせることができますので、そういう意味でダンベルプルオーバー非常におすすめです。ぜひ試してみてください。そして最後3つ目なんですけども、デクラインのスミスマシンベンチプレスになります。これもね、なかなかやってる方はあまり見かけないんですけども、非常に高重量を扱える種目です。下手したらベンチプレスなんかよりも全然重たい重量でできるようになるようなトレーニングですので、しっかり高重量でこの輪郭を作るのに大事な大胸筋の下部ですね、鍛えることができますし、スミスマシンでやる分軌道も安定しているので、押すことにね集中できるということで、このねスミスマシンのデクラインベンチプレスをお勧めさせていただきます。ぜひ試してみてください。今回はですね、大胸筋の輪郭を作るにおすすめの種目3種目ご紹介させていただきました。ぜひ参考にしていただければと思います。他にもね、この筋肉のこの部分大きくしたい、そういう意見があればぜひコメントよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。